それでは本編を始めさせていただきます <coughs> 本日のウェビナーではデジタル広告をご出稿されている広告主様のお悩みをお伺いしましてご提供に至りましたソリューション a d イ i n s i g h t について活用イメージを交えてご紹介させていただきます本サービスについてご興味を持っていただきましたら是非ウェビナー終了後にお気軽にお問い合わせいただければと思います 本日のウェビナーはこちらの内容でお話しさせていただきます。まず、弊社の NRI ネットコムについてご紹介させていただきます。続きまして、アドインサイトのご提供に至った背景についてご説明をさせていただきます。3つ目としましては、アドインサイトのサービスについてのご紹介をさせていただきます。 4つ目に野村総合研究所マーケティングサイエンスコンサルティング部のシニアアソシエート名取様より本サービスのアウトプットとともにですね活用例をご紹介させていただきます先ほどもございましたがあの最後お時間に余裕がございましたら Q&A のお時間を取らせていただけたらと思っておりますまたご質問についてはウェビナー中に極力ご回答させていただくよう努めますが お時間の関係上、ご回答ができない可能性がございます。その場合は追ってメール等でご回答させていただこうと思いますので、その際はご理解のほどよろしくお願いいたします。それではあの私の自己紹介をさせていただきます。私は NRI ネットコムで広告事業、デジタル広告事業の責任者を務めさせていただいております山川と申します。 私はこれまでさまざまな業種、業態のお客様に対して、デジタルマーケティングのプラットフォームの導入、デジタルマーケティング関連のコンサルティング、アドテクノロジーを活用したデジタル広告の運用、データアナリティクスといった内容について支援してまいりました。ウェビナーにご参加いただきました皆,皆様におかれましても、このような分野でお困りごとがございましたら、 ぜひお気軽にお問い合わせいただけたらと思います続きまして弊社のご紹介をさせていただきます弊社は NRI ネットコム株式会社と申しまして野村総合研究所の100%子会社としてウェブビジネスに特化した事業を展開しております現在従業員数は451名となりまして 東京・大阪両本社で事業を展開しております私は DSX 推進部という部署に所属しておるのですがこの DSX という言葉ですが前任の社長が提唱した DX を関係閣議と進めていくという願いを込めて作られましたデジタルステークホルダーエクスペリエンスの役所となりますこの部署には デジタル戦略の企画・コンサル支援を行っているデジタル戦略課とデジタルマーケティング関連のプラットフォームの導入・高度化を行っているデジタルプラットフォーム課そして私が所属しておりますデジタルコミュニケーション課という参加がございますお客様のご予件に応じましてこの3つの課で協力しながらお客様のご支援をさせていただいている状況でございます 弊社はデジタルマーケティング領域の取り組みに際しましては、Google 社のツールをエンタープライズ向けに活用しております。2011年には Google Analytics の認定パートナーを取得しまして、その後2013年には Google Analytics の優勝版のプレミアムのリセラー認定を受けました。2017年にはこのリセラーの中で唯一プレミアセールスパートナーという認定も受けております。 これら社のののツール,のツールの活用実績は、現在の私ども,も DSX 推進部では、データアナリティクスサービス、デジタル広告運用サービス、デジタルマーケティングプラットフォームの構築支援、デジタルマーケティング全般の運営支援といった4つのサービスをご提供しております。 本日はこの中でもデジタル広告の運用サービスの中でご提供予定のアドインサイトについてご紹介させていただければと思っております。それではアドインサイトのサービスをご理解いただくためにご提供に至った背景についてご紹介させていただきます。本サービスご提供に至った背景としまして クッキーレスの潮流がございます昨今クッキーを活用したデジタルマーケティング手法が問題視され各企業様におかれましてはユーザーの再同意ですとかプライバシーポリシーの見直しといったことを実施されている企業を多くお見かけするようになりましたまず皆様と認識を合わせるために改めてこのクッキーの問題点についてご説明をさせていただきます クッキーの問題点ですが、ユーザーの同意を得ることなく、クッキーにて収集したデータが個人データと紐づ付いて、個人を特定できてしまうということだと私は認識しております。これらの問題点が生じた要因としまして、クッキーの利用に際して明確な定めがなかったこと、それに伴いまして、サイトオーナーがデータ活用までのスキームを整理できていなかった。 という点が根本的な問題であると認識しておりますこれらが社会的な問題にまで発展しましたリクナビ DMP フォローの例がございます経緯を簡単にご紹介させていただきますとこのサービスは契約した企業がですね保有しておる自社を希望する就活生のデータと リクナビ TMP フォローで算出されたスコアを就活生の十分な同意を得ることなく紐付けて活用した。このことで個人情報保護法の観点や職業安定法の観点で当局から指摘されたという事案になっております。リクナビ社はあの発覚後サービスを停止して本件に関してさまざまな対策を講じて信頼回復を進めているという状況になっております。 先ほどご紹介したような課題を受けまして、現状、デバイス、ブラウザーベンダーはですね、技術的な制約を設けていたりですとか、関連当局は各種法規制を進めているというのが現状でございます。Apple 社におきましては、端末にですね、ITP と呼ばれる機能を実装して、皆様がお使いの iPhone ですとか Mac でウェブサービスをご利用する際に、 広告媒体のクッキーの有効期限が24時間に制限されていたり、サードパーティークッキーのデータが即時削除されるようになっております。また、Google、Chrome ブラウザーですけれども、こちらについては今後、サードパーティークッキーの利用を制限されるというような発表も行われています。クッキーの利用に際しては、日本では個人情報保護法の改正法ですとか、 電気通信事業者規制法といった法律、また海外では GDPR、CCPA、LGPT といった改正法,法の改正が進めてられてきておりまして、この流れは今後も進められていく兆候だと思っております。こちらのグラフはスタ カウンターと言われる各国の利用 OS ですとか、ブラウザーのシェアを見ることができるサービスでデータを収集,したあの集計したものを引用しております。こちらのデータから申しますと、先ほどご紹介したデバイス、ブラウザーのンダーの対応によってです、ね、影響を受けているユーザーは、日本国内のネットユーザーの約8割というような数字が出ております。 現在のマーケターからしますと、無視できない数値だと私は認識しております。これらの課題により、マーケターが受けた影響をこちらにまとめてみました。まず、デジタル広告においては、ターゲティング広告の精度の低下といったものが挙げられます。代替策として注目されております、コンテキストマッチといったターゲティング手法。 ですけれども、えー、こちらはあの配信された広告が、えー、表示されるテキストあ、コンテンツですね、コンテンツの内容に沿ったものを、えー、こう出していくというような手法になりますけれども、これまでの行動をもとにした、えー、ターゲティングと比べると精度が、えー、課題があるというふうに認識しています。Web アナリティクスの分野におきましては、えー、クッキーレスの影響を受けた デバイス、ブラウザーの用ユーザーのですねデータが一部計測できてないという事象が発生しています。例えば、再来放射の区別ができなくなっていたりですとか、デモグラ、趣味、趣向といったデータの取得が一部のユーザーのみで表示されているというものがございます。また、このような調理に合わせて生まれた CMP、 同意管理プラットフォームにおきまして、えー、導入を検討されていたり導入をしているお客様増えておりますが導入後これまで計,し計測しておりましたデータがこう7割近くロスしてしまうというような事象も拝見したことがございましてユーザーが激減しているという、えー、状況もございます <laughs> 現時点で、えー、考えられる解析 決策といたしまして、AI を活用し、誘導ユーザーの行動からユーザーを紐も付けて、類推していくというような技術ですとか、まあ、また今後、今現状は行われておりませんが、ブラウザ標準で,です、ね、クッキーに代わる技術が搭載されるといったところをこう待つような動きもあるかと思っております。 弊社は今回ご紹介させていただく高品質の消費者パネルを活用したアナリティクスとデジタル広告の配信について提案したいというふうに考えております。続きまして、a d イ i n s i g h t のサービスの内容についてご紹介させていただきます。 本サービスはデジタル広告のプランニングから出向までを行うデジタル広告の出向サービスに消費者パネルを活用したプランニングとレポーティングサービスを付加したサービスとなっております本サービスの特徴としては3点挙げられますまず1点目クッキーだけに頼らないデジタル広告のサービス 2点目としては、野村総合研究所が保有する高品質な消費者パネルを活用し、そこから得られた示唆をもとに、プランニングですとか、効果検証を行っていくという点。3点目としましては、これまで数多くの業種、業態の企業様からご相談され、さまざまなプロモーションをです、ね、数多く経験してまいりましたコンサルタントが、広告運用と効果検証までを行うといったところが特徴となっております。 本サービスはデジタル広告を出稿される場合に大きくプランニングデジタル広告の出稿、運用レポーティングというステップを踏みながらご提供させていただきます通常であればお客様のご予見を伺った後過去の実績仮説をもとにプランニングを行いますが本サービスではこれに加えまして弊社が保有する消費者のデータをもとにプランニングを行いますこれにより より角度の高いプランニングを目指してまいります。さらに、広告出向後の運用におきましては、広告の指標だけを頼りにするわけではなく、消費者のパネルの声を聞きながら運用を調整してまいるところでございます。なお、こちらにつきましては、広告の出向の期間に応じて、対応の可否、頻度が異なってまいりますので、都度、 ご要望いただいたお客様とご相談させていただき、ご提供させていただくという流れになります。出向後のレポーティングに際しましては、消費者パネルの調査結果をもとにですね、レポーティングするといった流れを取っていきます。本サービスの活用が想定される広告主様のイメージをお伝えしますと、広告指標では測れない 消費者の気持ちを捉えたいというお悩みをお持ちの広告主様ですとか、ブランディング、広告の効果といったところを広告指標だけでは捉えるのに限界を感じているという広告主様と、お客様のサービスですね、こちらの購入以降、どういうふうに寄与したと判断すればよいかといったお客様ですとか。 ブランディングの強化にデジタル広告はそもそも役に立っているのかというお悩みを持っておられる広告主様にぜひ活用いただきたいサービスとなっております。本サービスを活用することで、今までデジタル広告の結果使用だけをファクトに判断していた広告の成果を、より生の消費者の声をもとにですね、明確に評価することができるようになってまいります。 私からは、最後となりますが、価格体系についても少しお話しさせていただければと思っております。費用は、ですね媒体の出向費用、広告運用に関する手数料、調査費用をこうまとめて、広告費用として頂戴する形式で考えております。具体的な費用はお客様のご要件ですとか、広告の出向量、調査内容によって、都度のお見積もりとさせていただいております。 調査に際してですね、広告出稿料、期間が十分ではない場合、サンプルが得られない可能性がございますので、諸条件については、ご予見を伺いながらご提案させていただければというふうに考えております。私からは以上となります。続きまして、野村総合研究所マーケティングサイエンスコンサルティング部のシニアアソシエートの名取様より、本サービスのアウトプットイメージとともに活用例について、 ご紹介させていただきますそれでは名取さんお願いいたします はい、お待たせいたしました。では、こちらから、えー、私の方からご案内をさせていただきたいと思います。えー、野村総合研究所の、えー、名取と申します。よろしくお願いいたします。えっと、簡単に自己紹介しますと、前職ではインターネット広告の会社で、広告の計測周りのアドテックサービスの導入支援ですとか、あとは、えー、テクニカルサポートですね、DMP のデータとクッキーシンクをしたりですとか、そういったところのサポートをさせていただいておりました。 でこちらですね、えー、その後、まあ、結構、YouTube のトゥルービューなんかが出始めて、そのマス広告との相乗効果ですとか、ブランディング効果っていうところに関心を持ちまして、2015年から野村総合研究所の方で、シングルソースデータを使った広告のデータ分析ですとか、デジタル領域のサービスっていうようなところの開発を行っています。で今回は、Add、え、Insight、ー、の活用例についてお話ししたいと思います。 まず、アドインサイトでは、インサイトシグナルという弊社がオリジナルで保有している広告用のシングルソースデータを活用しています。こちら、2008年からです、ね、サービスの方を開始をしておりまして、現在ですね、2022年6月時点で249社様にご利用いただいております。 こちらインサイトシグナルの大きな特徴としてシングルソースデータというような特徴がございます。こちら、シングルソースデータが何なのかというのを示しているのが、まあ、こちらになるんですけれどもこの左側にございますメディアの接触状況とあとはこちらですね、真ん中にございます調査対象者さんのライフスタイルですとか まあ趣味だったり、個人属性みたいなところですね。そういったところと、あと右側にございます、まあ、個別の商品の認知ですとか購入意向、あとは各広告のプロモーションのクリエイティブの認知率ですとか、まあ、そこで訴求したメッセージ、まあ、キャッチコピーですとか、まあ、そういったところの認知率をすべて同じ人に調査をしているというところで、シングルソースデータというような形で呼んでいます。 で弊社の場合ですと、大体こちら、記載の通りですね2500人から3000名程度のアンケートモニターさんに2ヶ月程度、ですね毎週、毎日とアンケート調査にご協力をいただいて、こういったところ、メディアの接触ですとか、属性、価値観ですとか、あとは個別の商品の購入意向みたいなところですね、そういったところを日々調査をしていくという形です。ですねこちら 27ページに年間のスケジュールを例で記載させていただいていますが、こうした2か月間3000人くらいの調査というものを、通年で少しずつ時期をずらしながら、まあ、約10回ですね、1年に10回くらい、ずっと調査を実施をさせていただいていて、だいたい1回の調査で、20社様くらいの広告の認知ですとか、購入意向というところをいろいろ聞いていくというような運用のイメージになっています。 で各社様はです、ね、プロモーションの時期、いろいろ異なられているかと思いますので、まあ、そちらに合わせてタイミングのいいスケジュールで、えー、このパネル、走っているパネルに乗っていただくというような形になります。でこの,あのインサイトシグナルのサービスに関しては、結構、クッキーの伝生機というところから提供してきたんですけれども、まあ、昨今、クッキーレスというところで、まあ、あのデジタルマーケティングの業界の方からも、いろいろとあのお聞き合いをいただくことが多くなっております。 でこちらですね、えー、ゼロパーティーデータという形で、まあ、呼ばれたりすることもあると思うんですけれども、まあ、やはりサードパーティークッキーで、まあ、興味関心が取りづらいというところで、まあ、許諾、まあ、アンケートモニターさんに、まあ、許諾を取って取得している、まあ、大規模なまアンケートデータというような位置づけで、えー、シングルソースデータが捉えられているのかなというふうに感じています。 ではシングルソースデータを活用すると具体的に何ができるのかというところですね、そちら、プランニングとレポーティングの2つの観点からご紹介をさせていただきたいと思います。まず、ですねこのアドインサイトの活用例として、プランニング面での活用方法を、プランニング面での活用方法というところをご案内をさせていただければと思います。 ま弊社のインサイトシグナルのデータの強みとしては、メディアの接触状況ですとか、あとはえこちら、属性ですとか価値観というところのデータですね、かなりまあ豊富に取れているというところがございます。まあ、2ヶ月間、ですね、20社様程度が相乗りで乗っている調査というようなところになりますので、まあ、かなり、あ。のー 調査ボリュームも、えー、多いですし、まあ、例えば1社様で、まあ、実施をするとなると、えー、このレベルのメディアの利用状況ですとか、いろいろ趣味ですとか、まあ、詳しく聞くには、まあ、結構数千万円規模くらいの調査コストになってしまうんではないかなというふうに、えー、思いますで。そちらをですね、えー、基本的には…えー 様だったいろいろな企業様で分け合いながら利用することができるというような形になりますので例えば2ヶ月間のです、ね、どこかのパネルで1問ちょっとアンケートを入れておけばいろいろなメディアの接触状況ですとかあとは価値観だったりのデータとクロス集計ができるというような形になります。 例えばですけれども、こちらに関してはフードデリバリー利用者ですね。そちらの特徴を、えー、シングルソースデータで分析した具体例というところになっています。例えば、えー、属性のところですと2、2 30代、まあ、基本的な年代も,もちろん分析ができますし、消費価値観のところですね。えー、利便性消費ですとか。 プレミアム消費の傾向が強いというところですとか、あとは、えー、普段使っている日用品やサービスですね、インスタント食品が平均よりも、えー、高いなというところですとか、外食やグルメが趣味の人が結構平均よりも多いですとか、まあ、そういった形でいろいろとアンケートデータでいろいろと,取る,こと、えー、取るからこそできるようなです、ねえー、属性の分析ができます。 あとはですねメディアの利用状況、右側にございますけれども、まあ、そちらに関しても同じ方に取、えー、っていますので、例えばテレビの平均視聴時間がだいたい平均が4.6のところ、えー、少し5.0、平均が5.0のところ、4.6と、テレビはそこまで見ないかなという形なんですけれども、まあ、ウェブの方の、えー、接触数は多いですとか。 さらに、あのー、深掘りもできまして、テレビでしたら、まあ、あまり見ないけれども、平日の7時台、まあ、おそらく、まああのー、会社だったりっていうところに行く前に、朝にちょっと BGM 的な形で流されているのかなみたいなところは、えー、分かったりですとか、えー、こちらですね、ポータルサイトよりも、えー、SNS を利用しているですとか。 まあそういった形で、まあ、個別の媒体ですとか、サイトという形でも見,れる,こと見ることができます。でこのあたりですね、例えばテレビですと、まあ、例えばドラマですとか、まあ具体、結構具体的な番組のところまで撮っていますので、えー、テレビの方のプランニングにも活用できますし、まあ、こうしたところですね、デジタルメディア、SNS だったり、まあ、どういったところの趣向が多いのかみたいなところもできますし、 左側のところですね、いろいろと属性ですとか、えー、価値観みたいなところを分析していくと、えー、各媒体のターゲティングですね、ターゲティング配信に結構活かすことができるのかなというような形で考えていますで。具体的にどんな形でプランニングに活用いただいているかというとこちらの30ページになります。ね こちら、先ほどのページでありましたように、シングルソースデータの方で得られたターゲットの特徴が、まあ、こんな形でいろいろな項目ですね、まあ、基本的な属性も含めて、えー、趣味ですとか、あと、えー、よく使っているサービスみたいなところですね、まあ、そういったところが分かってきますと、まあ、そちらの特徴を、まあ、各媒体、ここでは GDN のターゲティング条件っていうところで、えー、当てはめていますけれども、そういったいろいろな媒体社さんが提供している、まあ ターゲティングの条件ですとかキーワードに落とし込むことでプランニングにご活用いただいているというような形になりますまあ、例えばですけれどもこちらですね例えば趣味が外食グルメゲームの人が多かったとするとこの GDN のアフィニティカテゴリーでこちらフードダイニングですとかメディアエンターテイメントみたいなところを少し強めに配信をするっていうところですとかあとは趣味の旅行映画鑑賞みたいな ですとこのオーディエンスのところです、ね、の指定で、まあ、旅行ですとか、えー、楽器、音楽の関連用品みたいな、そういったところを少し強めに入れてみるというところですね。まあ、そんな形で、あのよりあのきめ細かいようなあのプランニングができるというような形になっていますので、まあそ、そういった形でご活用いただいているという形になります。 まあクッキーがあればですねリターゲティング配信をしたりですとか、まあ、セグメント拡張をしたりというところである程度効果、まあ、効率みたいなところが担保できていたかと思うんですけれども、まあ、クッキーレスっていうところになると、まあ、特にあのサファリ iPhone だったりっていうところでは精度がどんどん下がっていくっていうような形にはなりますので、まあ、少しでも効率を上げるために 各媒体ごとに良さそうな配信条件をこうやってあの、まあ、ちょっと手動というような形にはなりますけれども、まあ、狙っていく、まあ、そういったところのために、弊社のシングルソースデータの方をご利用いただいているという形になりますで。次にですね、レポーティング面での活用方法というところをご案内いたします。 こちらも結構、クッキーレスの影響というところ、大きくなっていまして、まあ、デジタル広告に関しても、まあ、ターゲティングで集客効率を上げていくというところだけではなくて、もうざっくりリーチをしてブランディングをするですとか、まあ、クリエイティブのパワーで効果を上げていくみたいな形で、まあ、マス広告に近いような使い方も強化していくような必要があるかなというふうに思っております。 でそこであのブランドリフトの計測ですとか、まあ、クリエイティブの分析ですね、そういったところでご活用いただいているという形になります。31ページが、まずブランドリフトの計測についてのご案内になります。 でこちらですね、シングルソースデータという風になっていますので、まあ、広告に触れた人、触れない人というところと、あとは事前と事後というところですね、2つの観点から、えー、リフトを測ることができます。でこちらあの、差分の差分法というような形であの、よく統計的な因果推論、あのたまにあの分析手法であの最近言われていますけれども、まあ、差分の差分法という形で効果測定をさせていただいています。 で具体的にはです、ね、2つの,あの観点から差分を見ているという形になるんですけれども、こちら、左の下のところのグラフですね。まずは接触者と非接触者の差分ですと、オレンジが接触広告に触れた方で、緑が触れていない方という形ですね。まあ、通常、デジタル広告ですと、基本、触れた方に対するあの計測が主だと思いますし、えー ブランドリフトというと、よく各媒体者さんがブランドリフトを事後的にアンケートをかけてご提供していただくかと思うんですけれども、そちらも接触者と非接触者を比べているかなと思います。弊社も同じく広告の接触者と非接触者、取れますので、そちらで購入意向を比べますと。 でこちらに関しては、やはり非接触者というところの分析も必要だと思ってまして、この2、2つ目の四角に書いてあるんですが、まあ、広告に触れなくても購入意向が上がるっていうことですね、まあ、夏になったらビールやアイスがこう欲しくなるみたいなところで、まあ、広告触れなくても上がるっていうことはあの結構多分にありますので、まあ、非接触者と比べるっていうのは必須かなと思います。あと、弊社の方で重要視しているのか事前と事後の差分も見るっていうところになります。 こちらに関しては、この、えー、左と右の差分という形になるんですけれども、まあ、広告に触れる前から意向が高い場合というのが、特にデジタル広告ですね、ターゲティングなんかを結構かけていくと、よくある話という形になります。 単純に事後時点で接触者と非接触者の,あの購入意向を比べるだけだと、まあ、それは、まあ、その関心層をめがけてターゲティングをしているんだから、購入以高いのは当たり前ですよねみたいな話になりまして、やはりこの事前から事後にかけて、やちゃんとそのさらに関心の高い人をさらに持ち上げることができたんですよというような形で、えー、効果を分析するということが必要になってまい、えー、ります。 でこちらに関しては、やはり差分の差分法というものを用いることで、え本当に広告で KPI が上がったんですかみたいなところですね、そういう因果関係を、えー、比較的フラットな形で、まあ、判断ができます。結構シンプルな、あのー、差分、まあ、引き算引き算というような形の。えー 中継になりますので、いろいろ細かくあのモデルを組んだりですとか、複雑な,なんか AI で分析をしているというところは、まあ、ないというような形もありますので、比較的、まあ、解釈もしやすいですし、業界平均ですとか、あの過去の、えー、との比較、過去のプロモーションとの比較っていうのをすることで、比較的、まあ、社内でのご説明もしやすいのかなというようなところで、えー、割とあのご活用いただいているという形になります。 あと右側のところですね、こちら、セグメント別の分析もできるようになっています。アンケートデータですので、まあ、プロモーションの内容に合わせてまあ色々な、いろいろな今回のプロモーションのターゲットっていうのを定義するような説問を入れることができます。 でこの場合だと、例えば飲料の場合だと、あのそのカテゴリーの、えー、ジャンルの引用頻度を、まあ、よく飲んでいる人と、ライトユーザーとみたいな形で、まあ、今回はヘビーユーザー、ミドルユーザーに、えー、すごく聞きましたねみたいな、まあ、そういったところを分析することができます。で次のページですね。こちらが、えー、クリエイティブの分析の事例というところになっています。 まあデジタル広告ですと、わりと CTR ですとか、視聴完了みたいなところで評価をしていく形になるかなと思うんですけれども、弊社の場合、アンケートデータというのをかけることができますので、実際にどんなメッセージが効果が良かったのかですとか、ブランドイメージですね、どんなところのブランドイメージが効いていたのかというところ、購入以降に刺さりやすいクリエイティブの内容を、ダイレクトにアンケートをするという形で把握することができます。 で例えば左側ですと、まあ、このなんとか製法を、えー、メッセージを認知している人の方が購入以降は上がりやすいんですねというような形でいろんなメッセージをあの比較をしてみることで、まあ、次はあの意外とこのキ,キャッチコピーにしようですとかちょっと狙っていたコピーがあの狙っていたターゲットにはそこまで刺さっていなかったということで少し変えようですとかそういった形でご活用いただいています。 ブランドイメージに関しても同じようなところというところで、まあ、結構ですね、こちらも若い世代にはこういったイメージで、えー、例えば少し中高年層にはこういったイメージでみたいな形で、いろいろとターゲット別にクリエイティブの内容を分析することで、デジタル広告にも活かしていく、まあ、そういったふうにご活用いただいているという形になります。ですので、まあ、弊社の,あのこの Add i n s i の方で使われているシングルソースデータの特徴としては、 こちらですね、いろいろな、えー、豊富なメディア接触状況が取れているというところ、まあ、20社様での、まあ、相乗り調査だからこそできるもうかなり大規模なデータですというところとあとはこの事前と事後で差分の差分でブランドリフトをフラットに把握できますよというところ。 3つはこのクリエイティブ関連の示唆出しというところもできるという形になって大きく3つデジタル広告の効果測定ですとかプランニングのところでもメリットがあるのかなというふうに考えていますまた33ページのところですがデジタル施策に特化したサービスも強化をしておりましてこちらですね大規模サンプル調査というものを実施をしています まあこのインサイトシグナルの3000名の調査とは別に、大体ですね、事前調査を数万名に実施をして、広告の出向後に広告の認知調査をして、接触者、非接触者をえー集めていくというような形で、少量の出向ですとか、あとクリエイティブがたくさんある場合は、それ別にえ分析をできるようなえスキームを取らせていただいています。 でさらにですね、右側にございます通りで、YouTube のログとの連携をしたりですとか、あとは、えー、テレビ CM の視聴状況の方ですね。こちらに関しては、元々の、大元の3000名のインサイトシグナルの方で活用しているようなテレビ GM の、まあ、番組表のデータですとか。 どの番組にどんな CM が流れてたのかのデータ、じゃあ裏で持っておりますので、そちらを活用して、この例えば YouTube のログとテレビの番組の分析をするみたいな、そういった形での実績,実績も今ございますっていう形です。いろいろとデジタル周りに関してはチャレンジしておりますので、何かご興味あるところがあれば、お声がけいただければと思います。 例えば、YouTube のログ分析というところですと、こちらですね、YouTube 広告に3回くらい触れた方で、購入意向がどう動いたのかですとか、あとはフリークエンシー、まあ、接触回数のログも取れるという形になりますので、えー、接触回数別の広告認知率みたいなところを見て、まあ、どこが最適なフリークエンシーなのかみたいなところを分析することもできます。 で先ほどの,あのテレビ番組の方ですね、の視聴状況の方も取っておけば、テレビ CM の接触回数、ですね、フリークエンシーというところも取れますので、そのリーチのクロスの重なりの状況ですとか、2つ重なることによる購入意向ですとか、ブランドリフトみたいなところも取ることができます。で基本的には、このフリークエンシーだったり、あのログというところをしっかり取っていく。 で、割とです、ね、YouTube の、A、1インプレッションというのがテレビの1インプレッションとどのくらい違うのかなみたいなところですとか、そのあたりも比較的あのフラットにです、ね、調査をすることが可能になります。すねまあ、今までのところですと、まあ、一般的なアウトプットというのをあのご案内をしていたんですけれども、最後にです、ね、具体的なクライアント様のデータをもとにした分析事例の方う、ご紹介をさせていただきたいと思います。 こちらはですね、バナー広告と動画広告の効果を比べた日用品のクライアント様の事例というような形になっておりますで。バナー広告に関してはもちろん静止画という形になりまして、タレントさんと商品を掲載して、かなりシンプルなクリエイティブでの訴求になっておりました。 で動画広告に関しては15秒の CM なんですが、素材なんですけれども、ちょっと CM とは別でですね、機能ですとか使用感というものを、えー、訴求した、まあ、結構詳細な動画というところになっておりますで。こちらで効果の方を比べていきますと、バナー広告の方うは、興味ですね。 興味の指標で効果が高まっておりまして、動画広告の方ではどちらかというと購入以降の方で効果が出ているという形になりました。で弊社の,あのシングルソースデータというところですと、この興味ですとか購入以降ですとか。 まあそういったところを、あのー、アンケートデータで、えー、聞いておりますので、いろいろな KPI ですね、えー、各施策で異なる KPI が高められているというところも分析することができます。あとはですね、こちらえー、同じ YouTube の動画広告でも、まあ、クリエイティブ別にバンパーとトゥルービューで効果が違うなみたいなところも分析することができます。ですね 例えばこちら、飲料のクラウント様の事例になるんですけれども、バンパー広告に関してはタレントとキャッチコピーというところですね。でトゥルービューに関しては、まあ、タレントさんもいらっしゃるんですけれども、まあ、引用シーンと、まあ、さらにその商品の機能みたいなところをしっかり訴求されたというところになっておりまして、このバンパー広告の方では、購入以降のトップ2、まあ、これ、買いたいまたはぜひ買いたいの方なんですけれども、認知ですとか、 そういった購入項のトップ2、まあ、緩やかなところの指標が、えー、こう効果がありまして、このトゥルービューの方ですね、引用シーンですとか、機能を伝えたところでは、えー、購入項のトップ1、ぜひ買いたいというところの、えー、指標を高めることができておりました。まあ、こちらのように、まあ、尺ですね、同じ動画広告でも、えー、クリエイティブの内容を変えていくことで、えー、KPI が、えー 効果の高まる KPI が結構違ってくるかなというようなところも分かってくるというような形になります。まあ、今回、ちょっと媒体ですとかクリエイティブというような形で分析をさせていただきましたが、まあ、デジタル広告ですと、まあ、視聴完了ですとかクリックですとか、まあ、結構、このバナーと動画ではそもそもあの媒体さんが報告していただく KPI がそもそも異なっているというところが結構あるかなと思います。 でこのシングルソースデータっていうところですね活用すると、基本的には認知、興味、購入以降みたいな形で、まあ、アンケートデータにはなるんですけれども、なかなかその行動にはまだあの、行動データには反映されないような認知、興味みたいな、まあ、そういったところのフェーズも含めて、いろいろなプロモーション、テレビやあの新聞雑誌、交通みたいな、マス広告も含めて、全プロモーション、共通の KPI っていうもので、えー るることができるとで同一基準でいろんな施策ですとか、クリエイティブっていうところを横断評価していくようなことができますので、まあ、こういった形の分析が、えー、結構格段にですね次のプロモーションへの評価みたいな観点で言うと、割とあと明確に分かりやすくや,やりやすくなるっていうようなところが挙げられます。ですね でこちらあの、アドインサイトで活用しているインサイトシグナルのデータというところに関しては、この NRI オリジナルの、まあ、サービスになっておりますし、えー、大量のアンケートデータというものも比較的自由に、ですね、まあ、スピード感を持っていろいろ活用できますので、えー、こちらですね、先ほど冒頭で申し上げましたような、まあ、デジタル広告の効果指標。 というところよりも、もっとあの生活者データを取り入れて、いろいろとマーケティングのあったり、広告の分析をまあされたいなというような、そういった課題感が、えー、ある方いらっしゃいましたら、ぜひあのご一緒させていただきたいなと思っております。というところで、ですねこちら、えー、本編はこちらで終了とさせていただきますありがとうございます。